篠宮ルナがいじめられていました。そう、篠宮ルナをいじめちゃいました。優遇所だったのです。ちょっとトイレ行ってきます。はい。昔々あるところに、ナズビとミタヤがいました。ミタヤは山に巣ばかりに、ナズビは川で桃を探しに行きました。ナズビが桃を探しているとどんぶらこーどんぶらこーと篠宮ルナが流れてきました。ナズピはあまりにもその篠宮ルナが可愛かったので、篠宮ルナを家に持って帰りました。ほんで、篠宮ルナがあまりにも可愛かったので、ナズピがずっと可愛かったら、ミタヤが嫉妬してしまいました。で、ミタヤが嫉妬しちゃって、なんだっけ、そう、篠宮ルナをいじめちゃいました。ナズビはちょっとあまりこれは良くないなぁと思って、ミミタヤにもかまったら、ミミタヤは篠宮と仲良くするようになりました。おしまい。昔々あるところに、ナズピがいました。ナズピが、町に行くと篠宮ルナがいじめられていました。ナズピはあまりにもその篠宮ルナがかわいそうだったので、篠宮を助けてあげました。で、篠宮ルナを助けたら、篠宮が、じゃあ代わりに、篠宮、いいとこ連れて行きますよ、先輩って言って、篠宮が、いいところに連れて行ってくれました。そう、そこはなんと、竜宮城だったのです。で、竜宮城の中に入ると、中には、それは綺麗だね。ミミタヤがいました。で、ナズピはあまりにもミミタヤにガチ恋してしまったので、ミミタヤが可愛いし、ね、翔太送ってるって。ミミタヤ可愛いなって思って、おしまい。翔太送ってるって早く。なんで来てないの？言うてないです。はい、今語りにすごい夢中になっちゃって。